竹島ひろしが8月27日日曜日ホテル椿山荘東京にて竹島ひろしバースデーライブ2023を開催した。バンドの演奏が始まるとボタニカル柄が特徴的なネビーのジャケットに身を包んだ竹島が登場。オープニングに生きて愛してシャツのボタン時間よ止まれを3曲続けて披露しライブが満開。函館哀愁、紫の月、泣き濡れて、月枕といったオリジナル曲を中心に尾崎紀世彦のさよならをもう一度も歌唱。開始直後早くも会場は竹島の歌声に圧倒され拍手が鳴り止まない。後半は金色のジャケットに着替えバンドの演奏とともに登場。郷ひろみの2億4000万の瞳をパワフルに披露するとたちまち会場の熱気は最高潮に。歌い終わると毎年恒例の大きなバースデーケーキがステージに。ハッピーバースデーツーユーの演奏に合わせて歌いろうそくを吹き消した。毎年こうしてファンの皆様と誕生日という素晴らしい時間を過ごすことができてとても幸せです。いつもありがとうございますとまっすぐに感謝の気持ちを伝えた。今年は全国様々な場所へ行こうと計画していますがなかなか伺えない場所もまだあり来年はまだ行けていない場所にも歌を届けに行きたいです。待っていてくださいと挨拶するとヨーロッパシリーズプラハの橋、裏窓、1枚の切符、サンタマリアの鐘を4曲続けて歌唱しさらに NHKBS 時代劇大富豪同心シリーズで大好評を博した主題歌夢の振り子、向かい風純情、絆、この手にを続けて披露。待っていましたと言わんばかりにファンらのとびきりの笑顔と拍手で会場が包まれた。アンコールの拍手が鳴り止まぬ中シルバーのジャケットに着替えた竹島が再び壇上に登場。毎年バースデーライブを開催しているのであまり感じていなかったのですが先ほどふと年を重ねることは365日頑張って生きてきた証拠。素晴らしいことだなと改めて感じました。一人で生きてきたわけではなくスタッフの方やいつも応援してくださる皆様がいてくださるからです。これからもまっすぐに歌を届けていきます。今日は本当にありがとうございましたと語り生きてみましょう。君は永遠のバラだからを歌唱。最後は観客とのエアーハイタッチで幕を閉じた。ヨーロッパ三部作が完結し大人な歌謡曲の地位を築いた竹島ひろし。来年のバースデーライブではさらにパワーアップした姿が見れるに違いない。竹島ひろしバースデーライブ2023 2023年8月27日日曜日ホテル椿山荘東京。セットリスト1、生きて愛してに、シャツのボタン3、時間よ止まれ、カバー4、函館哀愁5、紫の月6、泣き濡れて7、さよならを、もう一度、カバー8、月枕9、2億4000万の瞳、カバー10、1枚の切符11、裏窓12、プラハの星13、サンタマリアの鐘14、夢の振り子15、向かい風純情16、絆、この手に17、生きてみましょう18、君は永遠のバラだから。